兵庫県知事選挙をめぐり、県議会の会派が分裂した。自民党県連は今日、選挙対策委員会を開き。県連としての推薦候補、前副知事の金沢和夫さんに一本化する方針を決めました。自民党県連の選挙対策委員会は、今日午後3時から始まり。前副知事の金沢和夫さんと。 前大阪府財政課長の斉藤元彦さんがそれぞれぞ推薦を求めました推薦候補を一本化するために行われた無記名での投票の結果自民党県連としては金沢さんを推薦する方針が決まったということです。 2人の候補者からしっかり話を聞いた上で決めるという手順を踏んでいただいた、私が今感じていること、これから取り組みたいこと、これは十分にお伝えすることはできたんじゃないかと思っています、それがこの結果につながったのであればうれしいなというふうに思います一方、県選出の国会議員団はきょう、斎藤さんを推薦候補に選んでいて、党本部が最終決定します。 兵庫県知事選挙にはこのほか元災市長の中川長三さんも無所属での立候補を表明しています。